ウイスキーリング、アメリカ合衆国においては、ウイスキーリングと称される、ウイスキー汚職事件は、政府職員や政治家、ウイスキー上流業者、流通業者などが結託して、ウイスキーに課されていた税金を差し横領していたことに関わる、1875年に露見したスキャンダル。ウイスキーリングは、セントルイスで始まり、シカゴ、ミルウォーキー、シンシナティ、ニューオーリンズ、 ピオリアでも組織された。組織が捕捉されるより前に、一軍の政治家たちが、上流種に課されていた何百万ドルもの連邦税を、吸い上げていた。この仕組みには、上流係、清流係、計測係、在庫管理係、内国際入庁職員などが関わる、広範囲のアイロのネットワークが関わっていた。1875年、アメリカ合衆国財務長官、 ベンジャミン・ブリス島は財務障害の秘密工作員を用いて大統領や司法長官の知らないうちに緊密に結びつき政治的な力も持っていたリングを破り5月10日に全国各地で一連の強制捜査を実施した裁判はミズーリー州ジェファーソン市で10月から始まり最終的に110件の判決が下され300万ドル以上の税金が 国庫に回収された大統領ユリシーズ・グラントは、かつてミズーリー州選出の合衆国上院議員だった、ジョン・ b ー・ヘンダーソン将軍を一連の裁判における特別検察官に任命したが、ヘンダーソンは、グラント大統領が起訴内容に介入したことに抵抗したため、解任されてしまう。グラントは、ヘンダーソンに変えて弁護士、ジェームズ・ブロードヘッドを公認に据えた。 多くの人々にとって、ウイスキー汚職事件は、南北戦争後に、全国的に権力を握った、共和党政権下の腐敗の象徴と映った。大統領の私的秘書役だった、オービル・イーバブコック将軍は、リングの一味と目されており、そのため、直接リングに関わってはいなかったものの大統領も、同様と見られ、共和党の腐敗を象徴するものと思われ、その後、スキャンダルが、 戦争長官、ウィリアム・ワース・ベルナップにも及ぶと、その認識はさらに強化された。ウイスキーリングのスキャンダルは、共和党による他の職権乱用への批判とともに、南北戦争後のレコンストラクションの時期の全国的な疲弊を拡大させ、それはグラントが大統領職を離れ、1877年の妥協が成立するまで続いた。グラント大統領の指摘秘書だった。 オービル・イ・バブコック。1875年のウイスキー汚職事件は、グラント政権を襲った最悪にして、最も有名なスキャンダルであり、これを暴いたのは、財務長官、ベンジャミン・ブリストーと、ジャーナリストのマイロンコロニーであった。中西部では、リンカーン大統領の頃から、ウイスキーの上流業者たちの課税逃れが、横行していた。ウイスキーの上流業者たちは、 財務省の職員に賄賂を送り、収賄側はその見返りとして税逃れを見過ごし、その金額は年間200万ドルにも上るものと見られていた。収賄側の職員たちは、1ガロにあたり70セントと定められていた税金を収納せず、不法に得られた差分を上流業者たちと山分けしていた。リングの元締めたちは、上流がかり、清流がかり、計測がかり、 在庫管理係、内国債入庁職員、財務省職員などを抱き込んだり、強用したり、共活したりしながら全体の動きに巻き込んでいった。1875年1月26日、ブリーストーはグラント大統領の指示も受けた上で、2月15日に各地の様々な現場で一斉摘発を行うことを内国債入庁の職員たちに命じた。この命令は、 腐敗した職員には知らされず、彼らの悪行は捜査者たちによって明るみにされるはずであった。その後、グラントはこの命令を無効にしたが、それは事前に記述を予告することがリングの元締めたちに証拠隠滅の機会を与え、事態が危うくなりかねないという判断からであった。ブリストー長官の命令をグラントが取り消したことは、後に、 グラント自身が捜査に介入したのだという噂を生むことになった。もちろん監督者を移動させることはリングに混乱を生じさせることになったであろうが、リング内部の動きの証拠をつかみ、加害者たちを告訴するためには文書など確たる証拠が必要だった。ブリーストーは臆することなく調査を続け、マイロンコロニーラスパイを送り込んで、 ウイスキーの出荷状況や製造に関する情報を集め、リングの秘密を暴いた。1875年5月13日、グラントの承認を受けて、ブリストーはリングへの強烈な摘発を実施し、上流施設を差し押さえ、何百人もの逮捕者を出した。ウイスキーリングは壊滅した。ブリストーは、司法長官、エドワーズ・ピア・ポントと合衆国財務省事務弁護官、 ブルフォード・ウィルソンの協力を得て、数多くのリングのメンバーを裁判にかけた。ブリーストーは、リングの活動が、ミズーリ州、イリノイ州、ウィスコンシン州にもあったという情報を握っていた。ミズーリ州の内国際入庁職員ジョン・エイ・ジョイスと、グラント大統領が任命した二人の役職者、内国際入庁監督のジョン・マクドナルド将軍と、 大統領の指摘秘書であった、オービル・イーバブ・コックが、最終的に、ウイスキーリングの裁判に引き出されることになった。財務省事務弁護官グルフォード・ウィルソンによれば、やはりグラントの指摘秘書であった、ホレイ・スポーターも、ウイスキーリングに関わっていたという。特別検察官となった、元上院議員ジョンビー・ヘンダーソンは、熱烈な告発の弁論を行い、裁判中、 ウィスキーリングのメンバーたちが彼の恋に怯えるほどであった。グラント大統領は元上院議員ジョンベイ・ヘンダーソンを特別検察官に任命してリングの事件を担当させた。上院議員であった頃のヘンダーソンは最も強烈に政府を批判しており、グラントによる彼の任命はウィスキーリングの捜査の一貫性を維持することが狙いだった。ヘンダーソンは大陪審を召集し、 そこでバブコックがリングの元締めの一人であることが明らかにされた。このことを記した書簡を受け取ったグラントは罪を犯した者は誰一人のガスなと変身に記した。やがてバブコックがマクドナルドにセントルイスにおけるリングの運営について暗号化した書簡を送っていたことが判明する。捜査の中でマクドナルドはバブコックに 分け前の一部として2万5千ドルを支払い、さらに個人的に1000ドルを葉巻の箱に入れて送ったと証言した。バブコックに有罪判決が下された後、グラントは、バブコックは公開法廷ではなく、軍法会議で処断されるべきだと求めたが、大陪審はこの要求を却下した。グラントは財務長官、プリーストーに罪を犯した者は誰一人のガスなと指示していた。 命令を撤回した上で予期されない形でウイスキーリングに関わった者へのこれ以上の面積は与えないと命じたがこれはバブコックを守ろうとしているのではないかという憶測を呼んだこの命令撤回は表面上は有罪の者を逃さないという形をとっていたが検察官は法廷での立証がより困難になったリングの元締めたちを追求するためには 上流業者たちに面積を与えて証言させることが必要だったため、この命令は、ブリストーとグラントの間に対立をもたらした。リングのメンバーを追求していた、特別検察官ヘンダーソンも、自ら裁判の中で、グラントが、ブリストーにの捜査に介入していると主張した。この主張に起こったグラントは、ヘンダーソンを特別検察官から解任した。グラントは、 公認にジェームズ・ブロードヘッドを任命した。ブロードヘッドは有能な弁護士であったが、バブコックの一件の事実関係に十分通じていなかったし、他のリンクのメンバーについても同様だった。裁判では、グラント大統領の宣誓証書が読み上げられ、そこにはバブコックがリングに関わっていることは一切承知していないと述べられていた。陪審団は、 読み上げられた大統領の言葉を聞き、直ちにバブコックをすべての罪状について放免することとした。ブロードヘッドは、さらにウイスキーリングの関わるすべての事件を取り下げた。マクドナルドとジョイスはいくつかの裁判で有罪とされ、刑務所に送られた。1877年1月26日、グラント大統領はマクドナルドに恩赦を与えた。 ウイスキーリングのスキャンダルはホワイトハウスの間近にも迫っていた。グラント大統領自身もリングに関わっており、流れ込んだ資金を再選された1872年の大統領選挙に使ったといった噂が出回っていた。グラントはバブコックの名誉のみならず、自分の名誉も守らなければならなかった。すでにグラントはブリストーやウィルソンが シルフと署名された電報など自ら決定的な証拠を示してもバブコックが有罪だとは信じないと表明していた。バブコックはその署名について大統領に大きなトラブルをもたらした女性のものだと示唆し、ウィルソンが大統領のセックススキャンダルが明るみに出るのではないかと恐れることを期待したが、ウィルソンはそんな苔脅しには乗らなかった。 国務長官ハミルトン・フィッシュの助言を受け、グラント大統領は公開の法廷での証言を避け、それに変えてホワイトハウスに招いた議会会員の法務代表の前で宣誓証書を作成した。グラントは史上初めて、またその後も現在までただ一人の被告人側で証言した大統領となった。この歴史的な証言は1876年2月12日にかつてグラントが 合衆国最高裁判所判事に任命した最高裁判所長官モリソン・ワイトが指揮する形で行われた。グラント大統領の証言の一部は以下のようなものであった。以下で、イートンは原告側代理人ルシアン・イートン、クックは被告側代理人ウィリアム・ A ・イ・クックのことである。財務長官、ブリーストーはバブコックがウイスキー・リングの一味であることを示す証拠。 グラントに見せた。八百七十六年二月十七日、やはり、グラント大統領によって任命された、合衆国巡回裁判所判事、ジョン・カイ・ディロンは、クックによる異議申し立てをすべて却下し、宣誓証書の質疑は法廷において、証拠として有効であると宣言した。グラントは、映像記憶の持ち主として知られていたが、バブコックに関する事柄を思い出そうとすると、数多くの 彼らしくない誤りを犯した。先制証書という戦略は功を奏し、ウイスキーリング追求の矛先がグラントに向けられることはなくなった。セントルイスで行われていたバブコックの裁判の中で、先制証書は陪審団に対して読み上げられた。その裁判でバブコックは無罪方面となった。裁判後、グラントはバブコックから距離を置いた。方面後のバブコックは、 一旦は、オーバルオフィス街のグラントの指摘秘書に復職した。しかし、世論の批判や、ハミルトン・フィッシュの反対もあり、バブコックは指摘秘書を解任され、1871年にすでにグラントから与えられていた、別の仕事である、公共施設の土地、建物に関する監督技師としての仕事に、専念するようになった。グラントの電気を書いて、 ピューリッツァー賞電気部門を受賞したウィリアム s ・ s マクフィー・リーは、クラントが、バブコックの有罪を知りながら、先制証書で偽証したのだと述べている。マクフィー・リーによれば、バブコックに不利な、証拠は反論の余地がないものであり、クラントはそれを知っていたという。マクフィー・リーはまた、ジョン・マクドナルドも、クラントは、ウイスキーリングの存在を承知しており、自分も、 バブコックを守るために偽証したと述べていたとも指摘している。これに対してグラントについて研究している歴史学者ジーン・エドワード・スミスはこれに対してバブコックに不利な証拠は状況証拠でありセントルイスの陪審団がバブコックを放免したのは十分な立証が欠けていたからであったと反論している。グラントを知る友人たちは大統領は真実の人であり 嘘をつくことなど彼にはできなかったとしていた。しかし、グラントの人気は、この証言の結果としてバブコックが裁判で放免されて以降、全国的に明らかに低落した。グラントの政敵たちは、この先制少々公職への踏み台にした。ニュー、ヨークトリビューン紙は、ウイスキーリングのスキャンダルはホワイトハウスの玄関まで行ったが戻ってきたと報じた。しかし、 友人であったバブコックのためになされたグラント証言の全国的な不人気は、グラントが3期目に向けて大統領候補として指名される可能性を台無しにした。1875年5月、財務長官ベンジャミン・ブリス等が突然、ウイスキーリングの摘発を行った時、多くの関係者が逮捕され、スキャンダルに巻き込まれた上流所は閉鎖に追い込まれた。 ブリストの捜査は350件の連邦裁判所における判決を引き出した。110人が囚人として刑務所に送られ、300万ドルの税収がリングから回収された。ありがとうございます。